リちゃん、こんにちは。お隣いいかな。うわ、マリナさん、こんにちは。空いてるのでどうぞどうぞ。ありがとう。ところでひまりちゃん、ため息ついてどうしたの？あ、いいえ、なんでもないです。ちょっと新しい衣装のこと考えてて。新しい衣装？バンドの？はい、そうなんですよ。新規一点、アフターグローが衣装チェンジなんです。そうなんだ、初耳。ねえ、君は知ってた？みたいだね。ランから聞いてたんですね。はい、楽しみにしててください。今よりもっとバシッと決めた衣装にしちゃいます。衣装ですか？今のよりも統一感がある衣装にしようって話になってて。そうなんです。新衣装で私たちの絆もさらに深まっちゃいますよ。それでみんなでそれぞれどんなのがいいか考えてこようってなったんですけど、私まだまだ全然いいのが思いつかなくて。あー、どうしよう。だからため息ついてたんだ。統一感って言ってたけど、コンセプトとかもう決めたの？それもまだまだなんです。どんな方向性がいいのかちっとも思いつかなくて。え？みんなのことを考える？衣装はバンドの顔みたいなもの？そっか。それならメンバーっぽいものを考えたら私たちらしい衣装になりますね。ありがとうございます、マリナさん。よし、みんなのことたくさん考えるぞ。